レオポルト・フィッチィンガー。レオポルト・フィッチィンガーは、オーストリアの動物学者である。両生類、爬虫類の分類学に貢献した。ウィーンで生まれた。少年時代から植物学などに興味があった。薬剤師の見習いとなった後、ウィーン大学で、ニコラウス・フォンジャカンの下で、植物学を学ぶが、1817年に、ジャカンの義理の弟、 シュライバースが館長を務めるウィーン自然史博物館で無給研修生として爬虫類や魚類の研究を始めた。1821年から別に仕事を持ちながら博物館で働き、1844年に博物館の動物部門の長になった。1861年に博物館の仕事を辞め、1863年にミュンヘンの公演。 エングリッシャーガルテンに新設された動物園の園長になり、ブダペストの動物園の設立も行ったが、開園後に管理者を辞めた。1873年からヒーチングに住み、そこで没した。同時代の自然哲学者、ローレンツ・オーケン、スピックス、カウプラの影響を受け、フィッチンガーの分類は、系統的な分類でなく、先決定的な思想によるものであった。主張の 自然の相互関係による爬虫類の新分類は1826年に発表された。これは友人のヘンプリッヒやボイエの研究に基づいている。その分類は現代の分類と思想が異なるが、フィッチィンガーの作った多くの属や、かは現在の分類学でも用いられている。1856年にドイツの科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた。 ケーニヒスベルク大学、ハレ大学から名誉博士号が贈られた。ありがとうございます。